デートの待ち合わせは遅れずに済みましたか？だからデートじゃない。マジさんはまだ来てない。美人で綺麗な年上のお姉さんとのお出かけは楽しみですね。それは否定しないっていうか、まあ、まあ家庭教師もこの言い回しだったけど、今回は普通に楽しみだよね。話してみなさい。同じスタンプ押してくるな。連打するのやめろ。意味がわからない。デートのお話聞きたいですな。なんで今回のコーディネート分のお題、服のアイロン掛けとか髪型のセットとかした分。確かに頼ったけど、レン君には黙秘権を行使する権利があります。お、言えないようなことがあったら黙秘してもいいよ。あら、まだ待ち合わせまで少しあるのに先に来てたのね。びっくりした。うわ、と急に声をかけられて驚いてスマホを落としそうになる。ごめんなさい、驚かせたかしら。大丈夫です。ひなとあやが余計なことを言ってたせいでマジさんの顔をまっすぐ見られない。どうかしたの？マジさんの私服だって初めてじゃないし、いつも通りだった。ひなとあやの言うような普段見ない気合い入れた格好とか、なんかそういうのもない。いえ、ひなとあやにデートだぞって散々からかわれてて、その、ああ、私も純子とアンに似たようなことを言われたわ。アン先輩もっていうのが意外ですね。アン以上に男子との付き合いがないって言われたのは半ば事実だけに言い返せなかったわ。アン先輩以上？あの子見た目はあんなだし、今みたいになる前はいつもあんな感じだったから男子受け良かったのよ。私の方は男子どころか学校で進んで話しかけてくるような相手もいなかったって話。つまりアン先輩よりも友達が少なかった？うん、そういう事実もあるわね。ふっと息を吐いて遠い目をするマジさん。今のマジさんしか知らないんで全然想像できませんね。その辺はオーナーや浅間さんとアリサさんのおかげかしら。ヘルプに来るはずだった親戚の人でしたっけ？その話の時に聞いた名前だった。ええ、有森の卒業生で浅間さんはオーナーの甥ね。しばらくあの家で暮らしてたの。アリサさんは浅間さんのはとこだから、オーナーから見て、うん、どういう関係だったかしら。頭がこんがらがってきたんで年代を整理する。まず一番上に星見つくよさん、同級生にオーナーの甥っ子の浅間さん、その一個下が話に出てきたアリサさん、次の学年に加納ひじりさんで、加納さんが2年になるとマジさんが入学、マジさんが3年生の時に菅野先輩が1年生で、合ってます？多分。まあともかく主にアリサさんにこう面倒を見てもらって、今みたいに社交性を持ち直したというか、まあ、割とそこら辺はこうなんていうの、もう なんかまあマジさんと純子先輩で2個差があるくらいで、そんなにこうなんかすごい間が空いてるわけではないんやね。だから正直アンも同じように面倒は見たけど、偉そうに言える立場ではないのよね。そんなことがあったんですね。その浅間さんたちは今何をしてるんですか？浅間さんは喫茶店はオーナーの手伝いでしかなくて、本職が美術品や貴重品の復元なの。今はそっちが忙しいらしいわ。自分があまり想像してなかった仕事を卒業生がしていることに興味が湧いた。で、そのアリサさんが例のオーナー不在の理由で遺産相続で揉めてるんでしたっけ？そうなのよ。彼女のおじいさんが北欧の人で、お亡くなりになった時に隠し財産というか権利関係を結構持ってた人らしくて、親族間で持て余しているというか、揉めたくはないんだけど適切な処理が難しいとか、あとお孫さんが多い人だったって。それで話に聞いていた元専門家のオーナーが現職の喫茶店を休んでいろいろやってるなんて前にも言ってたっけ。難しいことや知らない人はともかく、その美術品の復元って気になるな。話を聞いてみたいです。ああ、池永君にも向いてるかもしれないわね。そうなんですか？いや、そういう仕事があるのは知ってましたけど、全然馴染みがないですし。
池永くんは目がいいもの。さてと、話してても仕方ないし、行きましょうか。さらりと何か自覚のないことを言われた。けれど、俺に構わず魔女さんは駅の方に向かってしまう。目がいい？視力の話じゃないよな。どういうことか機会があったら聞いてみよう。今日買い物に行くものの話なんかをしていて、俺の目がどうなんだという話はどうにも聞くタイミングがなくて。さて、そろそろ目的の店だという頃、タイミング最悪のゲリラ豪雨に見舞われたのだった。天気予報じゃ雨なんて言ってなかったのにね。おお、傘なんて持ってきてなかった俺たちは慌てて雨を避けたのだけれど、間に合わなかった。最近急に天気変わるの多いですよね。雨風を避けられるところに逃げ込んだけれど、見える限りダバダバと遠慮なく雨は降り続いていて、表を歩いている人はもう見えない。ああ、ずぶ濡れね。大丈夫？濡れただけですから今のところは。そして空模様を見て二人でため息をつく。服の袖から水が滴るような様子で、短い時間に靴の中までぐじゅぐじゅになっていた。買い物はまた今度かしら。このままじゃ風邪をひきそうだし、着替えるようなところもないものね。ですね。どっか服を乾かせそうなところを探すなら帰った方が早そうですし。駅前に漫画喫茶みたいなシャワー借りられるところもあったけど、今頃いっぱいになってるかしら。ああ、そういえばあったかもしれない。ただシャワーはあっても乾燥機はなさそうだ。これもうちょっとしたら弱くなりますかね。多分ね。弱くなったら諦めて駅まで行きましょうか。ため息をつくと、マジさんが服の襟元を引っ張る。その動きで大きく広がって、俺の方からは胸元がほとんど見えてしまう。マジさん、服、その何してるんですか？目をそらした方がいいのにそらせない。体に張り付いて気持ち悪くて。そして俺の視線や自分の格好に気づいてない様子で面倒そうな顔をする。どうかしたの？俺の態度に気づいて、けれどなんでこんな態度になってるのか全く分かってない様子のマジさん。なんだかんだで背は俺の方が高いから、上から覗き込む形にような形になってしまっている。ですね、この位置だと胸が見えそうと言いますかね。胸？ああ、ごめんなさい、気を使わせたわね。大人の余裕なのか、それだけ言うと手を離したところで見える範囲はそんなに変わってない。視線を感じるんだけど、そんなに気になるものなの？いや、それは気になりますけど。いや、だから何してるんですか？マジさんはこっちを気にせず、張り付く服を引っ張ってパタパタする。やっぱり気持ち悪くて。それに胸元なら仕事中でもこのくらいは見えてるじゃない？それは確かに似たような感じではなくもないというか、そういう話かなという部分もありますけども、少なくとも仕事中のあの制服は首周りからは結構見えるけれども、その範囲だけというか、今みたいに下着まで透けて張り付いて見えそうとか、そういう状況とは大違いだと思う。やっぱりそういうのって気になるものなのね。気になりますよ。いや、マジさんだって分かってると思ってたんですけど、普段の喫茶店での態度を見てると決して無頓着じゃないというか、むしろ時々だらしなくなるアン先輩に注意をしてる様子も見てた。ああ、いや、さすがに私だって子供じゃないんだし、普段あんな服で仕事してる手前、分かってるところは分かってるんだけど、池永くんが私をそういう対象として見るのが意外だったというか。むしろなんで対象外になると思ったのかが気になるんですけど。普段落ち着いてて慣れてると思ってたからよ。そこは慣れないと延々とひなとあやのおもちゃにされるから、仕方なく身についたと言いますか。最近の話じゃない。昔から3人でいることをからかわれたり、あるいは一緒に大きくなっていく間に身についた対応だった。
ついでに言うと、ここ何年ものことがあって、普段そっけない態度を取るのが染みついている、なんてアヤに言われた。さすがに魔女さんも遠慮なく襟元を開くのはやめてくれたものの、雨で服が張り付いた体は隠しようがない。こういうのを青少年に悪影響っていうのかしら。菅野先輩のテーマの一つですね。そうね、こんなことがあったなんて知ったら根掘り葉掘り聞いてきそうだわ。そう言って魔女さんは俺から視線をそらす。知ってる相手に意識されてると思うと、さすがに少し照れるわね。全然そうは見えないんですけど。どうでもいいとは言わないけれども、見て楽しいのか不思議ね。楽しいというか、得をしてるというか、そういう感じと言いますか、見られてる方は損でしょうけど、俺だってさすがにジロジロ見てるわけじゃないけど。別に池永くんが多少見たって怒らないわよ、状況が状況だもの。とはいえここで、じゃあ遠慮なくなんて言えるわけもない。言葉が途切れて、ただ二人で空の様子を見る。バラバラと大粒の雨が降り続けていた。弱まりそうで踏ん切りがつきませんね。ここまで濡れると、今更傘を買いに行く気も起きないわね。正直気まずい。けれども雨の中早く行こうとも、マジさんを置いて先に帰るなんてこともできるわけがない。こういう時にスマートな態度を取れないことも、どうすればスマートなのかも思い浮かばない。もう少し年を取れば変わっていくんだろうか。そんなことを考えながら、俺たちは雨が弱まるのを待っていた。はい、どうしようか、一旦ここで区切る。なんかまたそれからっていう感じになったから、もうちょい続きそうなんだけど、一旦ここで区切ろう。よし、今回は。はい、では皆さんはどうでしたでしょうか、今回のパート。どうなんだろうね。なんか別にまだそんな恋愛対象っていう感じでもないような気はしますし、まあ、単純に本当まだこう家庭教師というか、まあその先生と生徒というか、なんだろうね、純子先輩ルートの時のああいう先生生徒っていうのともちょっと違うというか、まあ、先生じゃなかったか、あれはどっちかというと、なんかまあその被写体っていう感じだったから、それにまあそれこそ純子先輩よりも2つ上ってなると、本当にだいぶ年の離れてる感覚にはなるだろうね。まだこう学園1年生と卒業生って感じだから。いやー、なるほどな。でもなんかマジさんがこう大人の、まあどうなんだろうね、こういうのって分かんねえよね、大人の余裕って難しいな。いやー、まあここからどうなるんだろうな、まだそこまで、マジさんも意識はしてるのかしてないのか、どっちかというと興味というか、なんかなんだろうね、そういう、あ、そういう反応するんだねみたいな感じだから、まだまだ長いのかなこの先。でもまあ半月以上の時間が過ぎたってここにも書いてますので、まあ時間は結構どんどん流れていってるから、やっぱ積み重ねた時間ってどうなっていくんだろうね。てなわけで一旦今回はここで締めましょう。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどなどお願いいたします。てなわけでまた次回もよろしくね。バイバイ。